米の飯を食いたいですね。米の飯ですか。おいしいおしんこもお酒も用意してございますよ。おお、それじゃまるで無電で注文したようですね。以心伝心ってことがございますからね。おかげさまで私も今度東京の方へ帰らせてもらえるようになりましてね。お一緒にですか。まあ同じ船になるだろうと思いますが。ああ、そりゃよかった。あなたの上海詰めも相当長かったから。はいよ。お父さんのおかげでやっと東京の空気がするようになりましてね。さあ、こちらが尊家の筆山君、こちらが会計の林君です。どうぞ。どうぞよろしく。いや、社長さんの。小笠原指示伺っております。フランスで劇の研究なさっていらしたんで。随分長いことご研究なさっていらしたそうで。いや、いい加減なもんですよ。で、商売の方はうまくいってんですか。ああ、ただいま主に生糸を扱っていますが、成績はそう悪い方ではございません。何しろ品は広いございますからね。それだけに骨が折れるでしょう。いやー、みんな一生懸命やってくれますんで。あ、実はキャバレーの方へ電話いたしましたら、ちょうどいい席が空いてますそうです。お、それは手間しなかったね。時間もちょうど頃合いだと思いますが。パリのをご覧になったら、あるいは子供騙しかもしれませんが、まあ上海では一流だという評判ですが。いやー、上海は上海のカラーがあっていいです。ご貴重のお祝いと支店長の送別を兼ねて、一席愉快にやろうと思いましたもんですから。じゃあ早速連れてっていただきましょうか。君くまいいか。劇でもやってみたいと思うんですが、今夜は非常に参考になりました。それを伺って私どもも安心いたしました。いや、お祝いに一杯。あ、ありがとう。清瀬さんにもいろいろとお世話になりましたね。感謝のために一杯。そうですか。それは支店長、上海最後の夜のために一杯行こう。いや、僕こそ帰って諸君に世話になったよ。とんでもない。東京に帰ったやつさ。いや、君たちは上海がいいよ。不告诉我一声你是不是因为我先忙得没见你们的功夫。
我们尼亚汉省套筒进去看看您吧，我们大家可以吗？可以。我因为帮买卖的事情，能赶紧回来。知道我増えたなもんね。はっきり分かりませんが、早く帰ってちょうだいなって言ってるんですよ。情緒天変ですな。いいか、ちょっと、教授君、遠慮なくと。どうです、皆様とご一緒に縁を共にしようじゃありませんか。そうですか。じゃあ、次で。はい。どうした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 ああ、厚み。How do you do? How do you do?Please sit down. Oh, no, please. What? Pardon?大丈夫かい君。はあ。いや、揺れるときは酒で酔っ払っちゃった方がいいんですよ。横になった方がいいんじゃないか。いや、大丈夫です。遠慮なく。これ横になった方がいい。いや。いや、こういうときは酒ですな。大丈夫かい君。いや、ちょっと肩に負担します。大丈夫かい君。そうですか。難破船があるのか。もし難破船があるんですか。ええ。大丈夫ですよね、この船。どこでやられてるんですか。この位置から南東約350キロ辺です。貨物船ですよ。ひどかったからな。大変だな。いや、ひどくやられたな。ゆうべの式じゃねえ。たまりませんって。お？これはいいか。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 あっちの船ですね。ええ、第二あっちもありますよ。あの船は大潮行きの機長船だったはずです。もう親父の身に入ったでしょうか。自然の力には勝てませんからな。乗組員たちはどうなったでしょう。はあ、念のためには本社へ無事にしましょう。
徹夜の乗ってる船に発見されるなんて、やっぱり因縁というもんかな。徹夜さんも気をもんでらっしゃるでしょうに。そうだったら頼もしいんだが、天で親の商売なんざ考えても見ないやつだから困るよ。でも今度の国書は演劇方面じゃかなりな期待ですし、うん、どうだか。それどころか店は生やさし損害じゃないぞ君。その辺の手抜かりはバンバンございません。保険のことか。さようです。評価の3倍もつけてございますし、取引以上の儲けです。君にあってはかなわんな。社長の押し込みも10年以上になりますものな。もう10年も経ったら俺の商売敵か。とんでもないこと。お茶を召し。あ、いや、やっぱり畳はいいな。さあでございましょうか。どいち、座ることも寝転ぶこともできるんだからありがたいよ。そりゃ畳の上でお前になったんでございます、ね、いや、僕は病院のベッドの上だって言ってたよ。え、さあでございますか。あら、あれはお兄様の方がお離れでお前になったでございます。兄さん、入ってもいいかい。ああ、入っといてよ。勉強の邪魔じゃなかった。お土産の本早速読んだんだが、大変勉強になったよ。ああ、もう読んじゃったの。なんて言ったってフランスは人類学の先進国だからな。そりゃ良かったですね。これをゆっくり読めると思うと嬉しいよ。じゃあ僕のフランス行きもまんざら無駄じゃなかったね。無駄どころか、お前の演劇研究だってこれからどんな波紋を起こすかわからないぜ。兄さんもなかなかお世辞は上手くなったね。何しろカルチェラタンの本屋って本屋、それからセーヌ川の古本屋まで足を棒にして探し回ったんだぜ。本当にいいお土産だった。ああ、ずいぶん本が増えたね。僕たちのことお父さんもうすっかり諦めてるらしいね。もう昔ほど愚痴もこぼさなくなったよ。学者に演出家が、もう一人弟がいたらお父さんの後を継げるんだろうな。その弟も別な道行ったってね。いや、俺は命令するよ。お父さんが命令したって僕たちは聞かなかったじゃないか。誰だい。だいぶ仲良く話し込んどるな。俺の部屋へ来ないか。お茶は入れさせてあるんだぞ。ええ、これか、高い本というのは。ええ、5000フランス。実はな、藤村からお前の話が出たんだが。藤村さんから。お前、あの男がやってるレビューについて何か話し合ったことはあるかい。ええ、ちょっと演出のことについて生意気言っちゃったんですよ。いや、なかなか感心しとったよ。まんざらお世辞ばかりでもあるまいと思うんだな。次の公演からぜひ演出の方をやってもらいたいと言うんだよ。だって僕のはレビューの演出が専門じゃないんだからな。頼んできとるんだからやったらどうだな。大体あの劇場には相当資本もつぎ込んでるし、お前に言ってもらうとわしとしても張り合いがあるんだ。ええ、まあ早い話が、いやいや出した金が初めて生きてくるというわけだ。どうだろう。せっかくの才能を寝かしとくよりはマシと思うけど。そうだ、乗り出してみんか。え、やってみなさい。フランス仕込みの腕を振るってやってみなさい。徹夜引き受けたらどうだ。
ってよ。今度の飲み込みは絶対自信があります。ご覧なさい、町内入りを決してご損をかけたことはありませんから。で、この次の幕府は日本なんです。お宅の徹夜さんの演出なんです。どうだか危ないもんだな。あ、なっけ、張り切ってんだね。だってお入りなんですもの。ですなっちゃう。いや、今日はあなたまで忙しそうですね。ゆっくり見舞させてもらいます。おい、できこ、お前こんなとこにうろうろしてないで、あっちっと岡倉さんのお相手をしなきゃダメじゃないか。あの方ならシゲルがお相手してますわ。ね、16小説目は終わったら、ね、安定です。きっかけ教えたら。寿司屋さん、どこ行こうになりますわ。ゆきおさん、今日お見えになりませんの。兄貴ですか。僕の買ってきた本にかじりついてて、一本も家を出ないんですよ。まあ、あなたのデビューだというのに喧嘩なったね。変わり者ですからね。それともあなたの詰め方悪かったのかな。やめなさい。いよいよ今度ね。Thank you.
例のお嬢さん、またおいでなすったよね。そうよ。どうして今日いらっしゃいませんでしたの？どこへ？徹夜さんの舞台よ。ああ、そうでしたね。とっても成功でしたのよ。そう。ひどい方。冷淡すぎると思わない？徹夜さんだってどんなに張り合いがあったか知れないじゃないの。それを言いに来たんですか。そういったら悪かった。あなたが学問に熱中なさってることは私好き、それは尊敬してるわ。ありがとう。冗談じゃないの。せめて肉親にだけは当たり前の人になってもらいたいの。
そう贅沢な注文じゃないと思うわ。また常識論が始まりましたね。それが根本じゃないの。学問が人類のためだとおっしゃるけど、現在生きていく人間の気持ちも分かんないようじゃ頼りないわ。これ西ゴビから掘り出された女なんですけどね、どうも昔からおしゃべりでしてね。私どうせおしゃべりよ。あなたはいつも私のことを出過ぎ者だとおっしゃるけど、これが黙っていられると思いになりまして。なんだい。一体時子はどこ行ってるんです。時子は知りません。あなたが甘いからでございますわよ。もしものことがあったら岡村さんに対してだって申し訳ないでございません。あなた婦人教風会の幹事としてもあまり娘に勝手な真似はさせられませんからね。出来たので出ておきながらまるで子供のように跳ね回ってばかりいて、それを放っとくあなたもあなたでございますわ。大体あなたは、あなた、ちょっと。うるさい。大体あなたは女のことって言うとだらしがなさすぎますわ。レビューを始めになったのも結局は若女の好きな証拠です。いいお年を召して。バカ、投資income はまた下がった。え、あなた、時子をどうするんですよ。知らないってば。子供の教育があなたがしたらどうだ。まあ、そんなお考えだったんですか。いや、そんなお考えもこんなお考えもないよ。私は商売が忙しいんだ。せめて家に帰った時だけぐらい頭を休ませてください。それじゃあ、あなた子供に対してあまり無責任じゃございませんか。直接の責任者もあなたじゃないか。聞くや、ちょっと来ない。さっきの写真もらってきたので。あ、そうですか。ほら、サインチキだぜ。あ、すいません。まあ、いいわ。あの、あれからカチューシャどうなりましたの。あ、あれからカチューシャはね、16になったんだ。そしてね、その初夏の頃ね、ネフリュードフがおばさんの家遊びに来たんだ。こう、ちょうどね、庭にはね、ライラックの花がこういっぱい咲き乱れてるんだ。ライラックってどんな花です。え、そのね、ライラックってこう、とてもね、こう綺麗なね、白い花なんだね。そこでね、みんながね、鬼ごっこしたの。するとね、ネフリュードフとね、カチューシャのね、二人がね、偶然こうね、同じこの草むらの中にね、こう隠れるようなことになってしまったんだね。それとね、向こうからなんだか花の匂いがするようですわ。そしてね、あら、お嬢様の帰りですわ。お帰り、遊ばせ。時子、時子や、ちょいと話があるのよ。ええ、今行くわよ。しょうのない人だね。あ、聞くえ、旦那様ご指名があるんだ。来たしとくれ。もうじきご飯なんだぜ。元気で行こうよ。ダメじゃないか、君、下のことして。ほらほら、ダメじゃないか。おはようございます。おはよう。おはようございます。いつも下を出すくらい。遅いじゃないか。だって、開幕に間に合うといいと思って。何？稽古を見ないでライトもかけられると思うか。あ、バイバイしてない。続けて続けて。お、バイバイ。おい。
この仕事は義務だけじゃできないんだぞ。熱と力なんだ。電話してみたよ。さあ、やったやった。シバリエだってマクドナルドだって一夜漬けのスターじゃなかったんだぜ。さあ、やったやった。君までぼやいしたんじゃダメじゃないか。え、どうぞ、ちょっと君。何か経費の問題なんじゃない。今度のどのくらいかかると思うんだろう。それをご覧になれば。あ、見た。いかがですか。少し光りすぎるように思うんだけども、なんとか減らしてもらえんかね。それは困ります。いや、今もだって評判がいいから、ね、仕込みを取り戻すだけの入りがないんだ。万人お礼が足を出してるします。しかし、いや、分かった。わしは儲けるためにこの仕事をやってるんだ。そうが、僕は責任を負わされている以上、できるだけ良心的にやりたいんです。良心的もの結構さ。だがね、社長さん、白川町の岡倉様からお電話。あ、岡倉さんか。あ、そう。存じます。ただいま即刻参上いたします。はっ。じゃあ待ってるよ。おい清彦、お前のおかげでまたつまらん金を使わされそうだよ。すいません。で、名前は何て言ったっけ。娘さんの。わからない。お父さんだな。何遍も言ってるじゃありませんか。トキコさんってんですよ。トキコさん。トキコ。トキコ。いいのだな。なかなかいい娘さんだそうじゃないか。ご子息さんのお目当てにかなったのがどうも不思議なくらいでございまして。謙遜せんでもいい。いえ、とんでもない。たびたび申し上げました例の軍資金のことでございますけれども。あの金かい？君んどこの劇場もなかなか当たってるそうじゃないか。ただし採算の取れないもんでして、私も蓋を開けて驚いてるような始末なんでございます。まさか。いえ、本当に岡倉さんだから申し上げるんでございます。そうかね。商売にならんというのかね。人件費や仕込みに案外かかりすぎましてね。本当かね。はやった。私といたしましては例の電気鉄道敷設の権利賠償の方をつけませんければもう安心ができません。うん、いかがでございましょう。ぜひご投資を願いたいのでございますが、そうなりますれば買収費以外各方面にもいろいろいりますし、私一人の力じゃどうにもならないのでございます。それはそうだろう。いかがです。誰かお呼びいたしましょうか。今日はいかん。用があったらまた呼ぶ。はい。で、なんて言ったっけね。名前は誰なんです。君の子だよ。ご冗談でしょ。私にはそんな色っぽい馴染みなんかございません。君の娘さんだよ。あ、トキコですか。トキコ。トキコさん。せがれのやつがしきりに言うんだが、その方がいいだろうね。大丈夫。
私が申しますわ。そのことでしたらば。よく言ったもんだよ、君。世の中は何事も持ちつ持たれつだよ。うん。君、若い子を呼ぼうか。あれですな。この子いい子がいる。何しに来たんです？あなたに笑われに。笑われに？どうしたんです、こんな顔して。構わず話したらどうです？私の縁談なの。どう思いますって？相手は岡倉さんの息子さん。意味ない金持ちよ。結構じゃありませんか。父さんも母さんもそう言ってるんです。あなたの気持ちも伺えと思います。あなたのような聡明な人が一心上のことを人に聞くなんておかしいですね。やっぱり笑われちゃった。船は平安丸、平安丸だね。あ、あさって積み込み。あ、よろしい。承知しました。あ、清さん。どうだった？今度の荷は全部検査が通りませんでした。ダメ？やっぱりな。どうしたんでしょう、一体。まあいい、ご苦労。あのね、東京の証拠ぐらいかけてね、社長さんが来てられるとか聞いてくれ。急いで、地球を。分かったよ、東京証拠館だよ。さあ、こんにちは。いやいらっしゃい。横浜は空気がいいですな。せいせいする。それがね、あんまりせいせいできんですよ。どうしてですか？今度の品は全部離れましたよ。山城さん。差し出がましいようですが、支店長の責任上申します。今度はひどいものを集めたようですな。と申しますと、僕の一存だとおっしゃるんですか？いや、もちろん人だってことでしょうし。何年キートを扱っていられるあんたがそばについていられながら。僕としては会社の利益を考えてやったことですし、それに、はい、ちょっと、はいはい、社長さんですか？あ、清瀬でございます。はい、あ、報告なら僕で。いや、おります。ただいまね、検査の結果が分かったんですが、はい、離れました。あ、全部です。ええ、全部やられました。ん？はねられた？そんなバカなことってあるかい？それじゃあミスミス。50万円まるで不利にしたようなもんじゃないか。地球に原因を調べたまえ。
山城もそっち行ったはずだから、あれともよく相談をして。はい、承知しました。はい、さよなら。山城君はお帰りになったらしいんです。そうか。支店長。あ、私たちの知ったらこんなこと言うのはなんですけど。山城君のことかい。そうなんです。社長は山城さんを信用しすぎているんじゃありませんかね。あの人が兜町へ手を出している金だってどっから出てるんだか分かったまじゃありませんからね。さあ君、個人関係やさいや。そうですか。あ、こちらにおいででしたか。劇場の方へもう一度ご援助を願いたいと思うんでございます。さあ、そのことは考えさせてもらいたいと思うんだけど。ダメでしょう。少し僕の方にもしくじりがあってね、その前後策を講じなければならんような始末さ。しくじりと申しますと？ちょっと糸の叩き方で。ほう。それはまあそれとしておきまして、どうでしょう。いかがでしょう。それはうちのせがれもあなたのお宅のお世話にはなってることだし、まんざら他人のような気もしないんだから出したいとは思うんだけれど。いえ、決してそんなつもりでお願いしたわけなんじゃないんでございますよ。しかしお宅の土屋さんもなかなかやり手ですわ。私としょっちゅうやり込められてばっかりおります。俺がそうですかね。ただ困ることには芸術一方で経済的には点で考えてくださらないことですよ。まあ客受けも入りもすることなんでございます。どうも経費だわりなりがちでした、ね、今度で3回目ですけども、それも思うように開けられないような始末なんでございます。うん、時期にお返しができるんですけど、実はうちうちだから申し上げますが、例の山下電通施設の件。おお、もうやっておられるんですか。いや、取りますとも。ある財閥の講演でもって、もう成功は明日、明後日、まあ時間の問題でございますな。おお、誰です、講演者は。まだその名前を申し上げるわけにいかない。22。あなたにかかっちゃ頭まで思うままですね。どうですか、あなたも一口お呼びになった。いやー、その方は。いや、とりあえず劇場の方はよろしくお願いします。じゃあ道楽息子を持った税金として泣きますか。じゃあどうもすみません。今の伝説の話をどうか秘密に願います。ああ、いいね。僕はこんなのが好きさ。こちらの方が綺麗じゃございません。僕は誰にも見えない罪っ子のことによってる。こんな風なのが好きさ。そうですか。出かけようと思ってんのに困るじゃないの。薄茶の湯葉織どこにあんの。お前知ってるだろ。はい、タンスの3番目にがございましたけど。3番目より今探したのよ。あらしないわんだから。お前どっか行き忘れたんじゃないかい。しげるちゃん。え、何。ちょっと。なんだ姉さん。土屋さんとっても評判がいいわよ。うん、目下東洋劇場に上演中のグランドレビューシャンソンドラメールは新人渥美哲也氏の貴重第3回の演出になるものであるが、
ここに彼は絢爛たる舞台を展開した。メカニックな構成、ことにスペクタクルな表現はまさに驚嘆に値するものである。おお、すごい師匠だね。でもよかったわね。そりゃ姉さんは人一倍嬉しかろうさ。どうして？彼氏の弟だもん。嫌な人。あんただって菊屋が好きなんじゃないの？知ってるわよ、不良。そんなこと言うもんじゃないよ、売れ残り。まあ失礼ね。蹴らなくたっていいじゃないか。失礼よ。何してるんだい。失礼ね。してるんです。ちょっと蹴飛ばすんだもん。まだ支度してなかったの？とっくにできてると思ったのに。ダメね。今日はいつもと違うんですよ。おかくらさんからわざわざのお招きじゃないの。いつもそれだから嫌になっちまう。でも行きたくないんですもん。なぜ？母さんの気持ちにもたまにはなってちょうだいよ。姉さん、お母さんの言うことも聞くもんですよ。お前はいいから行ってらっしゃい。はい。トキコン、まあ一体どうするつもりなの？あちら様は嫌なようなご催促なんですよ。何かあるんじゃないの？じゃあ話は簡単じゃありませんか。お父様で手こずらすなんて。子供じゃないんだから少しは考えておくれね。そんなら母さんだって私のことも考えていただきたいと思うわ。何を考えると言うんです？お前がいつまでグズグズしてるからお父さんまだおかくらさんに対して気まずい思いをしてるんですよ。父さんや母さんの問題じゃなくてよ、私の問題ですもの。少しぐらい考えさせていただきたいと思います。奥様、おかくら様からお催促のお電話でございます。あ、そう、ただいま出かけましたとこです。申し上げておいてくれ。はい。さあ早く支度しとくれね。ただ行くだけよ。いいこと？え？行くからいいでしょ。熱心にやってくれるので非常に嬉しいよ。君もう少し大胆にやった方がいいね。お疲れ様。いや、ご苦労さん。先生、今日私どうでした？まあいいだろう。贅沢言っちゃキリがないからね。君も廃校部の主任なんだから、もう少し自分のアイデアを入れた方がいいかもしれないね。そうですか。君お腹空かない？うん、僕はペコペコなんだ。本当私もなの。じゃあ食べよう。まあ、こっち行こう。ガツガツしてらっしゃるのね。この際じっとしてられるかい。来たわよ、来たわよ。おう、まつみはつらいわい。だってあんな大きなビートギターとでまた金出してあげちゃったの。私とっくりっくりしちゃった。実は今になって苦しいんだ。私先生とても怖い方だと思ってたのよ。これでも怖い時は怖いんだぜ。あ、止めてちょうだい。どうしたの？金がね、大噂を伺っておりました。これがいろいろとご厄介になりまして。
すぐそこでございますから、ちょっとお茶でも召し上がって出してくださいまし。あ、またいずれ。これと二人っきりですし、むさ苦しい住まいでございますけど、どうぞ。母さん、先生帰ってご迷惑よ。あ、そう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ごめんください。お住まいどちらなの？鶴金ですって。まあ随分遠回りじゃないか。だって本当に大変だね、こんなに夜遅くまで働かせて。何言ってんのよ母さん。お父さんさえ言ったらね。およしなさいったらまたお父さんのことなんか思い出してさ。あら綺麗な星。見事にやられましたな。この調子じゃ判定がまた減りますな。いやどうも全くお見事です。どういたしまして。あ、今日売りって話があるんだけども。お話でしたらデュークホールの方でお願いしたいですが、いかがでしょう。デュークホール？ああクラブハウスですか。山下さん、検証だけどもいろいろお願いしたいことがあって。お話を伺いませんことには。君に頼まなきゃできないんだから。まあと申しますと。君のところの大将渥美さんね、あの人から少し金を引き出したいと思うんだが、なかなか肩をつけてくれないんでね。電鉄不設の件じゃないか。え、知ってたのか。地獄耳です。今日話いいや。乗りましょう。しかし見込みはそれなくて、上海から帰ってきた横浜の支店長がこれなかなかの聞き物です、ね。私もだいぶやりにくくなっておりますし、忌憚なく申し上げるならば、渥美はもう下り坂なんですし、この際限ってしまった方がよろしいんじゃないですか。そうかな、そんなにいけないのかね。うちはお覗きますとね。ああ、どれどれどれ。ありがとうございます。ほらほらほら。それは惜しいもんだね。この話にはせっかく岡倉さんが肩を入れてるんだからね。岡倉さん、大さん、そうなんだ。それじゃ考えることありませんよ。岡倉さん一本やり食い下がったらいいじゃん。いや、ところがね、これには難しい条件があるんだよ。どんな？この野良倉マスクの清子ね、あれの一の娘をもらいたがってるんだよ。子さん、なかなかうんと言わないんだ、時子のやつが。いやそうでしょう。どうして？お嬢さんは厚美の長男におもし飯があるということなんですね。え？ご存じないですか？
知らんねえ。山下さん、これはどうにかならんかね。どうなんでもありません。じゃあ頼む、頼む。壊すことはわけない。その代わりです、私を岡倉台へ仕組ましてくれませんか。お役に立ちますよ。いや、紹介はいつでもできるけどね。私はですね、岡倉台へ食い込めば、前鉄の島ぐらいこそっと飛ばしてみせます。しかるべく私を花を渡していただきまして。いいだろ。じゃあ、俊彦のことは一切君にお任せするよ。うん、かしこまりました。ああ、こーれ、こーれ。いろいろと、うちにいてもつまんないから出てきちゃうから。そう。戻らない？ええ。何という夢でお父さんを見るんだ。お前は修行中の身だぞ。しかもこの家の跡取りじゃないか。もっと責任を持ったらどうだ。本当ですよ。あろうことか聞くやなんかと。世間体を考えてもらわなくちゃね。私の社会的対面にもかかります。僕はちっとも悪いことなんかしてはしません。世間体だとか対面だとか、それはブルジュア的なエゴイズムです。何？危険のどこが悪いんです。僕たちの間に人間としてどれだけの区別があるんです。ただ雇ってるか雇われてるかの、そういうだけじゃありませんか。二人は潔白なんだ。母さんたちの味方は汚いと思うんです。親に向かって何を言うの。まあまあいい。どうせ菊を出すんだから。そんなバカなことがあるもんですか。菊を出すなら僕もこの家を出してもらいます。出てどうするんだ。働きます。もう学校なんか行かなくてもいいだ。バカ。お前なんかに何ができる。中学を出たばかり直美さんがな、勝手に渡るほど世の中甘くないんだぞ。さあ早くお父さんに謝んなさい。シゲル。嫌です。もうそんなこと聞きたくありません。シゲル、シゲル。キケ、本当に帰るのか。はい。もう何もおっしゃらないで。みんな私が悪いんですか。悪いもんか。僕も行くよ。こんな家なんか行ってやるのか。キケ、そんなことしようって困ります。シゲル、お前はまだわからないんですか。出てくる。菊江、早く出ておいで。お前のために私たちまで迷惑します。さあ、早く出てくれ。母さん、そんなもの。まあ、お前はよろしい。お前はよろしい。何してる。おい。はっ、はっ、はっ。来よ、来ちゃった。来よ、来よ。来た。菊や、菊や、どうしたの。急に国から呼ばれましたもんでございますから。帰るの。いろいろお世話様になりました。ねえ、しげるさんとのことじゃない。私が悪かったんでございます。そう、やけなんか起こしちゃダメよ。私がきっとうまくしてあげるからね。あ、これ持ってらっしゃい。あ、そんなにお金を。当分のお小遣い。すいません。お大事にね。お嬢様もお大事に。
しげるさん、辛いのよくわかるわ。でも辛抱よ、きっとうまくしてあげるからね。辛抱するのよ。本日我々が参りましたのは、我が社の将来のためを思って申し上げに参ったのです。先の糸の返りの失敗、続いては最近の社会的信用の失墜と、面白くないことが非常に多くなってまいりました。これは我々だけの急じゃないと思うんです。この際根本的に、原因たる過去を断ち、我々の会社を旧態に復帰させたいと思いますが。僭越ですが、社長にも責任があると思います。ことに無意味な出費の多いことです。我々の申したのは、山城氏のくだらぬ事業欲を糾弾したのです。そうです、山城氏です。山城はいかんのです。諸君のおっしゃることはよくわかりました。あるいは私も今まで眼鏡違いをしていたかもしれん。この際山城的過去は徹底的に除かなんなりません。そして我々に残されている郡山の製紙工場で最後の試食を尽くそうじゃありませんか。それが唯一の道です。往年の熱いの聞いと、もう一度世界の市場へ送り出そうじゃありませんか。ね。そうだ、今となっては、あの工場だけがわしの唯一の資源となってしまったんだな。熱いの聞いとは熱いの工場から出そうじゃありませんか。熱いの聞いとは熱いの工場から、これが我々のモットーです。藤村さんですか。ああ。私、山城です。ただいまね、渥美の方へ事情を叩きつけてやりました。だいぶ驚いてたらしいですかね。そうです。これから、大いにあなたのために働くつもりです。はい、やっと恐れます。今日はちょっと妙なことを頼まれてきまして。ああ、そうですか。じゃあ、僕の家どうぞ。お帰り遊ばせ。実はお話というのは藤村さんのお嬢さんのことなんですかな。お、時子さん、ご結婚をなさるんですかな。結婚じゃありませんか。ついては人格者のあなたのことですから、バンバンそんな心配はやらないと思うんですが。何ですか。やはりその時子さんとやりますと、あなたに差し上げたその写真であるとか手紙を返してもらいたいというんですが。そんなことですか。これだですか。そうです。まあ、これ何、どういうわけ。多分あなたとのご交際を控えようとなさる考えじゃないんですかね。どうして。どうしてですか。そんなことってないわ。あなたから遠ざかりたいんでしょうな。あの悪いやつだ。そう。まああなたもあんな煮え切れない男は頼りになさらんことですな。あなたはかわいそうだ。お帰りですか。まだ大変な話なんですよ。ついていかなかったんだ。どうしたんだろう。本当に七川みたいな、ピリカワしちゃって。いいじゃないか、姉さん。いいじゃないの。
金分かっちゃうじゃないか。さあ早く部屋行きなよ。靴脱いで。バカだな姉さんは。女のくせに酒なんか飲んできて。どうせバカよ。ああやりきらないな。どうしたのさ。私家を出ちまおうかな。およしよそんなやけ起こすの。姉さんらしくないじゃないか。幸男さんにすまないと思わないのかい。バカ、あんな人のことなんか知るもんか。幸男さんなんてどうだっていいじゃない。姉さん真面目に物言えよ。真面目に言ってるわよ。酒飲んでるね。ええ、飲んでるわよ。飲みたいんですもの。話してよ。お待ち、ダダをこねるのもいい加減になさい。お嫁見舞いの娘があまり慎みがなさすぎるじゃないか。おかくらさんにしてたらどうするの。おかくらさん行きゃいいんでしょ。お嫁に行きゃ、そういつでも犠牲になってやるわよ。なんてことを言うんです。母さんあっち行ってください。前からあっち行ってください。やつあるかい。よせよ。珍しいね。どう勉強してる。ええ。まあかけた。僕今日ご相談に上がったんです。学校のこと。そうじゃないです、姉さんのことなんです。え、どうしたのさ。姉さんの気持ち僕見ていられないんですね。姉さんをもらってくれませんか。ああ、そんな話。親なんですか。そう君みたいに端的に話されちゃうかな。人間のことはそう簡単にはいかんからね。僕の考えどんなに簡単かしら。そういうわけじゃないけど、考えてばかりいて何もしないのもいけないんじゃないかと思うんです。うん、それはそうだ。生きていくんじゃね。そんなら姉さんのことも考えてやってください。でも君の姉さんを幸せにできるような男じゃないからな、僕は。若い女の人を人類学の本や標本と結婚させるのは気の毒だ。そんなことありません。ね、お願いなんですけど。あ、考えてみ。きっとお願いします。ね。君、いい皿じゃないか。少しあるかな。正しい生き方ってどういうことなんだろう。さあそれが分かればね。まあ生まれてきた時そのままの気持ちが一番いいんじゃないかな。それはどういうことです。うん、自分に嘘をつかないということだろうね。
そういえばこの頃僕自身の周りはみんな嘘ばっかりのような気がするんです。うん、うん、それは君の心が広く深くなってきた証拠だよ。大いにその嘘と喧嘩するんだ。兄さん、ありがとう。僕失敬します。もう帰るの？ええ、姉さんのことお願いします。うん。派手ね。せがまれてね、仕方なしに。どうでした？つまんないから出てきちゃったの。あ、そう。じゃあどっかへお供しましょうか。そうね、どこでもいいわ。ぶっ飛ばしてみたい心境なの。行きましょう。スピードですね。そうでしょ。トヒコさん、寒くありません？え？飲みません？飲みましょうよ。岡倉さんとご一緒だからいいようなものの、それにしても遅すぎますね。うん、嫁入り前の娘ですからね。シゲルはどうした？あれもまだなんですよ。この頃二人とも本当にしょうがないしない。
あ、帰ってまいりましたよ。しょうもないやつだ。お江原でベルを押してやん。どうした？速達でございます。速達？あなた何だい？シンガルからですよ。ん？速達じゃない。うん、とんでもないことしよった。家でなんて。家できちゃったの。本当？じゃあ達也さんに話してもいい？うん。じゃあ行きましょう。しげるちゃんももうそんなことするようになったもんね。私がよく遊びに行った達也には空気銃を持ってかけずに待ってたもん。そりゃ大きくなるさ、人間だもん。結構やるのね。そんなのんきなこと言ってないでよ。そりゃそうだ。僕が手が食った時も兄貴のやつが腐ったもんな。どうしたもんかな。しげるちゃんだってもう子供じゃないんだから。ほっといた方がいいんじゃないかしら。でも私にしろ弟にしろ、うちを出てからの生活力を考えるとやっぱり不安になるんですもん。しかし行く先は分かったんでしょ。東北の牧場なの。いいじゃないの。広々した野原で空が青く澄んでいて日が当たって。人を取らせてロマンティックになりすぎるよ。汚い東京。私もそうは思うんだけど。じゃあ何て言ったの。父さん感動だなんてカンカンに怒ってるのよ。詳しくね。あんたそんなにくよくよしてないで、まだ私の仕事でも手伝ってらっしゃいよ。ありがとう。そうもしてられないけど。もう開幕だ。やっぱりあなた方に会ってよかった。ああバヤバヤしてないで。ライトライト行った。失礼ね。あんたそんなにくよくよすることないわ。登るって言ってもうち遊び来ないね。言い方もしたんじゃない。
な。ちょっと。よ、あ。ねえ、相変わらずの資質超過じゃやりきれないんだがね。しかし、随分考えてやってるつもりなんですけど、今度は何を聞くつもりとおっしゃるんですか。例えば、小道具にしろ。君は一体何だ。あ、まだ正式の紹介はしなかったけどもね。今度は支配になってもらったんです。君が。早速ですがね。チェリーシスターの衣装の6,500円。これを2割が。大道具の8,350円。これを3割は節減できると思います。それから音楽部員、これは10人は不必要だと思います。何、あなただけの注文をいちいち通すということになると、他の演出方の統制も乱れる、こういうことになってくる。長い気な、昨日こんなところ潜り込んできて何がわかるもん。しかし、莫大な資本を下ろしているいわゆる企業ですから。余計なこと言うな、向かいです。僕は読めないぞ。いやいや、まあ、妥協してやってくれんが困るじゃないか。困るこそ、まあ、そう生きるかっても大人げないじゃないか。うるせえ。いや、どうも若いじゃん。出てるらしいね。あら、どうしたんでしょうね。向井ちゃん。おい、上がってろ。おい、どうしたんだい。おい、おい、どうしたんだい。どうした、どうした。私もよしちゃったの。え、よしてどうすんの。どうにかなるわ、秋人君が。しかし僕のために職業を棒に振るなんて愚かしいじゃないか。いいの、私どんな暮らし方だってできるの。小さい時からちゃんと世間との戦いを身につけてるんですもん。こんなことぐらい平気よ。それよりあなたが怒りたい時に怒ってくださるのを見る方がよっぽど嬉しいの。分かったよ、ありがとう。何、僕だって負けるもんか。私も負けないわ。よし、頑張ろう。54、56。東洋劇場の藤村さんがおいでになりました。うん、渡しとけ。61。劇場の方のごたごたもありましたし、また伝説の件についてご融通を願いました資本も各方面へ散らしました。もう一踏ん張りでもって成功するってことなんでございますが、いかがでございましょう。もう一度だけご都合を願うわけには参りませんでございましょうか。それは君に困るよ。劇場の方も担保に差し入れてありますし、そんとこはどうぞ一つ。あのくらいの劇場を担保に入れたところで、これ以上僕から引き出そうとするのは君少し虫が良すぎやしないかね。はあ、考えても見たまえ。とか君のうちと縁石関係になると思えばこそ、これまでバカな金も出してきたんだ。息子の方の話もあれでしまいになってしまったんだし、とか何ら君に尽くすべき理由がないと思うんだ。娘のことにつきましては何とも申し訳もない人なんでございますが、まあそれはそれといたしまして。まあ、よしたまえ。とか大体君に好意を持っておらんのだ。岡倉さん、もう一度だけ。いや、あっしは忙しい用事がある。
ああ、お待ちと。いや、どういたしまして。どれかね、それです。これか。杉村さん、お宅からお電話でございます。私か。はいはい、私。何？何だって？トシコが家出？トシコが家出したというのかい？頼りにしていた工場が焼けるなんて。お察しいたします。何とも申し上げようありませんです。いや、こうなった以上は藤村の方へ貸してある金を回収して立ち直るより他にしようがあるまい。どうだろう。姉さん。あ、姉さん。しげるちゃん、迎えに。うん、私も来ちゃったの。え、いらっしゃいまし。一緒。いいわね。まだかと思ったけど。当分置いてもらえる？うちは？構わないのよ。綺麗ね。うん、広いだろう。はあ、疲れちゃった。大変でございましたでしょ。あら、草の匂いがするわ。その匂いなんかないんだ。甚だどうもお気の毒様だとは存じておりますんですけれども、何しろあの工場を続けていかないことには社員をはじめ従業員たちの死活問題に関わるようなわけで。なるほど、ごもっとも様です。あなたの劇場の方へ融通した資本を至急にお返しを願いたいと思うんだが。お察しはいたしますが、実は私の方もただいまのところほとんど困っておりまするような始末でございまして。いらっしゃいませ。ご主人は？は、ちょっとお待ちください。あ、山城さん。あ、いらっしゃいますか。ええ。あ、トキ君に何か間違いでも？それどころじゃないです。急いで会いたい。あ、安住さんが見えてますよ。安住？困ったな。
さねがねお話申し上げました。例の電鉄の件さえ型がつきますれば、すぐにでもご返済ができるんでございますが。旦那様、奥様がちょっと、ちょっと失礼させていただきます。大変ですよ。買収にばらまいた金から足がついてきたんです。いよいよ検事局が動き出したらしいんですがね。そうか、困ったことになってな。あなたどうしましょう。しばらく身を隠していただかないと。あとは私何とかいたしますから。ご安心ください。じゃあお前その方の支度をしてくれ。うちの方はしばらく頼むぞ。頼みます。いや、お待たせいたしました。どうも召し上がってくださいませ。いや、ありがとう。ただいまのお話、量産地中に必ずなんとか肩をつけたいと存じます。そう願えれば、身をもってきっと何とかいたします。どうかそうしてください。お互い様に実現を伺おうと言いながら、はかないもんですな。ご主人は？ちょっとただいま留守なんでございますが。いつお帰りになります？ちょっとお調べしたいことがあるんだが。時間か。ずいぶん働きましたな。疲れませんか？何、これくらい何でもないですよ。腕にもだいぶ慣れましたからね。さあ、行こう。ずいぶん暗くなったわね。行けない？いいわ。でも東京へ帰りたくない？そんなこと言うと怒るよ。さあ行こう。寒いじゃないか。とても汗かいてるんですもん。拭いてあげるわ。ねえ姉さん、もう東京へ帰った方がいいんじゃないかな。心配してるぜ。構わないわよ。もう東京の話するのよって。もう言わないこと。さあ行きましょう。少し具合悪いよ。ヘルシーは難しいよ。ああ、入った。あ、これはどうもすみませんな。
となどへ山は払わないのですからな。少し決まりのあるくらい食べるようになったし、茂田さんも一発の本職だ。あんたも安心ですな。いや、どうぞになりますね。いや、なんか家に来るはずはねえだな。おかしいな。おい、金庫行ってみてごらん。え、お父さん、お父さん、あ、お父さん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 、しっかり。シゲルだな。トヒコだな。お父さんはお前たちに負けたよ。トヒコ、すまなかったな。お前はユキオさんとこへ行くがいい。シゲル、お前は男だから泣きはしないな。人間はな、まっすぐに歩くのが一番強い道だよ。お父さん。にしろ明日死に方は社会的にも面白くございませんので、幹事を辞任するのが人と存じまして、辞表を出した日だとございます。とにかく辞表だけは撤回してくださいませんでしょうか。藤村さんがいらっしゃいませんと寂しいございますもの。本当に我々強風会の前途をあんたんたらしめますわ。そんなでもございますまい。まあ生活の方は今まで通りやっていけるんでございますけど、世間様に対して遠慮いたしませんとなんですから、この際公職から一切退きたいと存じます。
どうぞ皆様にその良しを。まあ困りましたわね。せっかくね。奥様、山城さんがおいでになりました。あ、そう。ちょっと失礼させていただきます。いかがでございます。お客様ですか。やっと売り渡しがつきました。いかがですか。恐れ入ります。藤村さんもよほどお困りのご様子じゃございませんの。そう、シートを引き止めすんのもかえってご迷惑かもしれませんわね。本当にそうですわね。ああ、なんだかんだって骨が折れました。あ、まあたった5000円。たったそれだけの手取り金なら上出来だと思いますが。でも奥様、皆様お帰りでございます。あ、そう。どうも失礼いたしました。まあ、失礼いたしました。ごめんなさい。皆様によろしくどうぞ。あ、ありがとうございます。お先、家がたった5000円。そんなバカな。相変わらずお忙しそうですね。今までの行きがかりを片付けるのにちょっと。じゃあ山城さん、5000円あんまりですわ。とんでもない。私が抵当権の肩代わりをしたからこそこれだけの現金が浮いたんですよ。もしこのままに放っておいたらですね、この家は債権者の手に渡っちまって一文も入りませんよ。お分かりですね。皆さんのご不幸を見かねてできるだけやったつもりなんです。そこのところを考えていただかないと。まあ、第一ですね、簡単にこんな大きな家を売ろうとするのには容易じゃありませんぞ。抵当にさえ入ってなかったら私たち一生食べられるだけあったのに。うちの人はどうしてもっと考えてくれなかったんでしょうね。それは実業家は仕方がありませんよ。運用すべき資金に困ると娘だって売る人がいますからね。売り渡し登記も済ませましたし、これが書類です。で、奥さん、ここの家を1週間以内にお支払いを願いたいのですが、買い手の方ともそう約束がしてございますので。1週間ですって。ここ支払うんですか。この家を出るんですか。そうです。そんなことはできません。世間体もあるんですし、もう少しなんとかいられないでしょうか。奥さん、このお金でここの家を人手に渡したんですよ。結局ご主人の遺産はこれだけなんですね。これだけで私たちは暮らしていかなくちゃならないなんて、そんなことはできません。デパートの払いでさえこのくらいはあるんですのよ。それは私に言われてもどう思う。それにこの小切手はあなたの名前になってるんですけど、なんとかならないのでしょうか。え、私が儲けているとでも思いですか。いいえ、そうじゃないんですけれど、もう少しどうにかならないものかと思います。いやー、精一杯です。じゃあ奥さん。あ、山城さん、あ、待ってください。例えばですね、クシャク二軒って言いますか、そういう家にでも住む覚悟が終わりになれば、これだけで結構やっていかれますよ。その心構えが肝心ですな。そんなことはできない。まあ、いずれご相談に上がりますからね。そう興奮なさらないね。あ、待ってください、ね、もう少しお考え、待ってくださいな。また私に伺いますか。トキコ、私どうしたの。そんなに興奮して。これは興奮しないといられますか。私たちはこの家を出ていかなきゃならないんだ。それでお父さんの遺産がたったこれだけなんだもん。そう。お前はこれを一体どう思うの。
りのお金どうして暮らしていったらいいの。それで来たのね、あの山城さん。あの人ったら私たちに借二軒のうちで暮らせって言うじゃないか。こんな思いをしたの私は何て初めて。あんなのに任しとくからいけないのよ。何してんだか分かるはず。山城さんばかりが悪いんじゃありません。お前があの時に放火くださいお嫁にさえ言ってくれ、こんな惨めな生活しやしなくたって、お父さんだって自殺もしないで済んだの。みんなお前が悪い、みんなお前が悪いんだ。母さん、まだそんなことおっしゃるの。私が岡倉へ行ったら世間の人は母さんや父さんのことを何と言うと思って。何と言われた。この親父は、いいえ、娘を政略結婚の犠牲にした卑怯な親だと言いますわ。理屈ばかり言って、私はお前のために困らなくちゃならない。じゃあ母さんは娘の意思を踏みにじってまでも自分の虚栄心を満足させたいというの。虚栄心じゃありません。私は生活の道を行ってるんです。だから生活の方は私が低げると言ってるじゃありませんか。現に今も就職口を探して帰ってきたんです。何ができるものか、お前なんかに汗はかない。いい、きっと探してみせますが。幸福なんていうものは大きな家や贅沢な飾りの中にあるものじゃないわ。私たちきっと幸せに暮らせてよ。茂のようにあの牧場で好きな人と一緒に暮らしてるのが一番いいんだわ。そんな小説みたいなことよかも、もっと現実は差し迫っているんです。それは考え次第よ、心の持ち方よ。これから新しく生活の立て直しをしましょうよ。ねえ母さん。まるで夢みたいだ。そう、今までのことはみんな夢だと思えばいいんだわ。ねえ、これから覚めましょうよ。ねえ母さん。ああ、ローム。ロームですな。よほどの本をお売りになるのは惜しいもんですな。これでも1万円ぐらいにはなるでしょう。つまんないと思うな。せっかくこれだけ集めたのに。いいさ、僕が初めてできる親孝行はこれぐらいのものだ。僕のもので間に合うといいんだけど。ああ、そう願えれば。ところが何にもないんでね。イサドラなんかの舞踏靴が2、30円でもなるかな。いや、どうも。いいんだよ、僕がこの本を手放したって日本の誰かが持ってるんだ。国家の損失にはなるまい。誰が持ってたってこれを活用できるのは兄さんだけだ。僕お父さんとこ行ってくる。いいんだよ、おい。実はとにかくこれも財産目録の中に記入することにしてください。気持ちはわかるが、他に会社の生産は立たんのだ。職をなくした事業員たちのためも考えてやらなきゃならないし。そんなこと言ったって問題は別です。俺も考えているんだよ。徹也、そんなこと言うのはもうよせよ。だけど兄さんの仕事は違うんだ。一個人や一会社の利益のためじゃない、我々人類のためじゃないか。そりゃ金で学問は左右をすることはできない。幸男の研究材料だけは手をつけないでください。いや、お父さんの困ってるのがそれで償えるなら喜んで処分してもらってもいいんですよ。ダメだったろ。お前は黙ってろって言うんだよ。だってこの際黙っていられるかい。徹夜、まあ、清瀬さん、は残してやってください。はい、これについては私もできるだけ奔走しています。すいません、実際こんな時にもし僕が書斎の道でなかったらもう一踏ん張りできるんですけど。そんなことはないよ。兄さんは兄さんの立場でお父さんを助けてることになるんだ。ありがとう。自分は今はこんな惨めな有様になってしまったが、みんなのけなげな言葉を聞いてむしろ嬉しいくらいだよ。この機に私は事業界から手を引こうと思う。甘んじて敗残者の一人となるつもりだ。だが決して不幸せだとは考えてない。一番ヤクザなのは僕だよ。失業してんじゃ意味ないからな。
ただいま岡倉男爵のお使いのお方がお見えになりました。岡倉男爵の辻屋様にご用件だそうです。僕に詳しいな。何だろう岡倉って何です。一業界では大変に活躍されている方です。おお、それがまた何でしょうね。土屋なんか何だろうな。今回私どもの主人が東洋劇場を経営いたすことになりまして、ぜひともまた様にお力添いをお願い申したいと存じまして。何でしょうか。何ですか。演出とか何とかと申しましたかございますが、はあ、芝居ですかレビューですか。さあ私よく聞いてまいりませんが、演出をどうぞよろしくお願い申します。おいくら。ありがとうございます。30銭いただきます。前田ありがとうございました。やってるね。ええ、相変わらず元気よ。今日は吉報があるんだ。どんないいこと。またレビューだ。え、東洋劇場が蓋を開けるんで僕を買いに来たんだ。まあよかったわね。もちろん来てくれるだろ。もちろん OK よ。じゃあ私ここ寄せるように支配人に話してくるわね。待ってたね。またここで働けるのね。今度は頑張るぞ。お待たせしました。どうぞこちらへ。ははは、いや、いろいろありがとう。ああ岡倉です。あ、どうぞお書きください。いや、しばらく。何ですこの男は。引き続き支配人をやってもらう山城さんです。そうですか。じゃあ失礼します。ん君、安住君、安住君どうしたの。山城のやつまだいるんだ。え、また行こう。君、君おとなしく雇われたらいいよ。ここはね、藤村より条件がいいんだからね。あっ、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 何やっとけばいい。来んな。おじゃ、そう、そう。行こう、行こう。君、君、君、大丈夫か？君、君。ねえ、考え直してみない？余地はないよ。あいつに勝つのはあなたの演出家としての腕なのよ。その証拠に向こうから頭を下げて頼みにしたじゃないの。うんといい条件で働いてやりましょうよ。あれだけいじめといていいじゃないの。それにこれからだっていくらだっていじめてるじゃないの。嫌だ。わからない、私の言うこと。資本家の武器は資本、芸術家の武器は芸術、どっちの武器が強いかね。戦いましょう、勝ちましょうね。ね、よし行こう。君、痛むかね。ああ。私、君、何かぶん殴られるような悪いことをしたのかね。いや、ああ、気違いです。いずれにしても、こんな仕事で芸術家と衝突をするようじゃ困るな。君、やめてくれたまえ。わしは自分の仕事にははっきりしておる。今、男爵に見放されました。ああ、しろしろ。わしは君を見損ねていたんだ。男爵。ああ、男爵。うるさい、勝手にせい。忙しかったんじゃないのかい。いや、いいんだよ。どうせ劇場はまだ蓋開いてないんだし。あ、兄さんの話ってのは。うん、突然で僕も困ってるんだが、人類学研究会から推薦されて、蒙古からチベットの追いかけて調査に行けと言われたんだ。あ、そりゃいいじゃないか。すごいな。お前がそう言ってくれるのはありがたいけど、うちの状態やお父さんの年を考えるとな。
行けばどうせ二三年はかかるだろうし。そんなこと言ってると永久にいい機会を逃がしちゃうよ。頼りないと思うけど、お父さんのことは僕が引き受ける。ね、行くと決めちゃえよ。そうだな。でもお父さんがな。いいったら行ってまえよ。お父さんのことは大丈夫だ。それより、トイコさんのことをどうするつもりなんだ。どうするつもりって？ちっ、しょうがねえな。あの人兄さんのこととってもあれなんだよ。死んじゃうよ、あの人。やすや。もともとは、あの誤解だって山城のやつの作法だし。まあ、それは分かったけど。ねえ、結婚したいよ。そう簡単に言うなよ。どうせ蒙古君大まで連れて行けるもんじゃないし。あの人だって3年も経てば、他に幸福の道も見つけるだろう。ああ、しょうがない兄さんだな。だって兄さん嫌いなわけじゃないんだろ。嫌いじゃない。じれったいな、腹が立つよ。まあ、そんなこと言うのはよせよ。もうあんな時間。どう？フェスについて？それあんたのためだから、見つかろうといや職は探してあげるけど。でも、ゆきよさんと結婚しなさいよ。生活の方便に結婚なんかしたくないわ。言うことだけは一人前ね。好きなくせに。まあ、一生涯の助手、理想的よ。それに、あんたは語学も得意だし、幸男さんだってとても喜ぶわ。そうかしら。ね、そうなさいよ。お母様だって幸男さんの方引き取られって言ってるんだし、何も心配することないじゃない。でもね、私が言ったって、結局幸男さんの迷惑になるに決まってるんですもん。また言う。大丈夫だったわ。じゃあそう決めたっと。ね、いいでしょ。ね、そうなさいよ。Thank you.
乱暴だな。一緒について行きたいの。Thank you.